皆さんこんにちは。浅川亀仙流チャンネルの浅川です。本日はですね、新宿サーキットの、最終日5月10日にやってきています。今日は事前情報で、グラスホッパーを走らせる方がすごく多いという話でしたので、僕もグラスホッパーを持ってやってきました。短い時間ですが、新宿サーキットのラストラン楽しみたいと思います。はい、こちらのマシンは、新宿サーキットでグラスホッパーの走りを見て、すごく面白いということで、感動して、もうそのままスーパーラジコン秋葉原店に行ってグラスホッパー2を購入して、そのまま今日、シェイクダウンに乗ってきた方です。今日この場がシェイクダウンなんですけれども、いやもうやっぱ普通にめちゃめちゃよく走ってますね。蛍光ピンクのカラーリングがすごく映えて、とても目立っています。今日グラスホッパー2こちらシェイクダウンで持ってきたとのことですけど、はい、どうですか、楽しいですか？超楽しいです。これはもうやめられない。ちなみに、はい、サーボとかはどういうものを入れてるんですか？サーボはスタバのやつですね。スタバのいくらぐらいのやつですか？いくらぐらいですかね、入門用ですよ。一番安いヒット付属のやつですか？ヒット付属かどうかちょっと分かんないですけど、まあでも比較的低価格なもので。そうですね、うん、なるほど、はいはい、全然問題なく走ってますね。全然問題ないですね、うんうん、もうほとんどノーマルですね。でも見ててもシェイクダウンとは思えないような、はい、もういきなり走れてるのが、はい、やっぱり三八モールモーターの、そうですね、強みなのかなと。そうですね、はい、であと先ほどお話聞いてた時に、はい、グラスホッパーはミニッツよりさらに壊れなくていいねみたいな。
ってぶつかってもミニッツだと、はい、シャーシは壊れにくいんですけど、そうですね、やっぱボディ壊れやすいですもんね。そうですよね、はい、そこら辺がまあグラスホッパーだとさらにボディも壊れにくいということ で、 そうです、本当にお金がかからないものなのかなと思います。そうですね、まあ、強いて言えばこの新宿サーキットのような場所が全国でできてくれてればもう最高なんですけど ね、 ね、はい、走る場所だけですよね、新しい場所。わかりました、ありがとうございます。次は、ババロワさんのグラスホッパーをちょっと見ながらお話を伺いたいと思います。ババロワさん、お疲れ様です。お疲れ様でした。今回のこのイベント最高ですね。最高ですね、めちゃめちゃいいですね、ババロワさんとは僕ホリデーバギーもグラスホッパーも一緒に走らさせていただいたんですけども、はい、ね、楽しいですね、うん、やっぱ一緒に走ると楽しいですよね。はい、楽しいです。はい、うん、特にこのグラスホッパーが、ちなみにこのグラスホッパーは2ですか、シャーシは。これはシャーシが2でボディが1 で、この間 のハニーケンさんと同じ仕様みたいな。はい、そうです、ですかね、ハニーさんに勧めたのも僕です。はい、あ、そうですよね、はいはい、僕も同じようなものを作ろうかなって今考えているところです。本当にすごく低価格で楽しめるものだと思うんですけども、はい、問題は走る場所だと思うんですけど、そうですね、うん、これどっかどうでしょう、都内っていうか関東だとどっか走れるところあるんですかね。パルサンで川越のスピードウェイパルサンだと、はい、コースもそんなに大きくなくて、サンパチモーターでも走ってても大丈夫。大丈夫ですか、はい、なるほど。ちょっとやっぱりその一概にオフロードって言っても速度域がやっぱりこの速度だと、はい、ね、こう行って邪魔になっちゃったりって思いしたくなかったんで、はい、パルさんですか、ちょっと調べてみたいと思います、はい、ありがとうございます。はい、というわけで、本日は、新宿サーキットの方ラスト、やってきて、本当に最終日だと言っても平日なんですけれども、こんなたくさんの方に、来ていただいて、本当に期間限定でしたが、まあ、愛されたサーキットなんだなというふうに思いました。まあ、なかなか、こういうイベントやっぱり大変だと思うので、劇的に開催とかは難しいとは思うんですけれども、結構やっぱりすごく盛り上がって人も来てくれたということで、運営の方も、こんなに人が来てくれるのであればまた別のところでやってみたいみたいなちょっと噂も聞こえてきていますので、次またこのようなイベントがあったらまた僕も、参加したいと思います。本当に今回の企画をしてくれた運営の方々ありがとうございました。そして参加者の皆様も本当に優しい方ばかりで、参加していて本当にすごく楽しい企画でした。今後とも、僕普段ミニッツばっかりやっていますけれども、今後はこういった、ホリデーバギーやグラスホッパーの方も、まあ、YouTube の方でも取り上げていきたいと思いますのでよろしくお願いします。本日は、新宿サーキットのラスト最終日の模様をお伝えしました。